湖川四国湖ユースホステルは北海道千歳市にかつて存在したユースホステル。日本ユースホステル協会に加盟していた。1955年7月、四国小学校の休校舎を利用して創業した日本初にして最古のユースホステル。旧館は北海道を代表する建築家である田上吉也の設計によるもので1960年築。 旧館は赤い三角屋根で知られた。新館は1982年地区。四骨湖のシンボルとして長らく親しまれたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響などで、2020年度の宿泊客数は1500人にまで落ち込んだ。建物の老朽化も追い風となり2021年3月31日に閉館。建物は同年10月末から解体され、 跡地は、鶴田だホールディングス参加の鶴宮城観光開発に、買い取られることとなった。タガミによる、設計の施設は、ビホロユースホステルやムロランユースホステルなどが、現存している。ABCD 中川なぎさ、全国第一号のユースホステル四国湖シンボル解体、始まる、北海道新聞北海道新聞社、2021年11月3日、28面。 2021年11月4日閲覧。千歳の歴史的建造物調査に、さよなら青春の四骨湖ユアハート、解体工事本格化思いで語る客ら、駐車場で、フォークダンス、夕食は、ジンギスカン鍋。北海道新聞。2021年11月14日閲覧。四骨湖、ユースホステルの歴史四骨湖、ユースホステル、四骨湖ユアハート来月末に、 閉館宿泊客減少や施設老朽化でホテル会社が購入検討トマコマイ民法を2021年2月25日2021年9月17日閲覧四骨湖ユースホステル鶴忠だが買収宿泊活動拠点に活用へ北海道新聞2021年3月5日2021年9月17日閲覧 ありがとうございます。